はい、どうも、コミンです。さて、本日はですね、こちらのサキペテ放送局さんで行われた合同戦のですね、リプレイ見ていきたいというふうに思います。で、今回の合同戦なんですけども、まあ、すごいメンツで行われまして、レッドフェニックスさんって、これ、レッコメさんとフェニックスさんっていう日本の強豪クランのミックスチームで、サキペテさん側も、その KCH さんっていう、そのサキペテ放送局やってらっしゃる、まあ、サキさんですね、が所属しているメインクランを中心に、まあ、いろんな、友好クランの方だったり、特にまあ、YouTuber 枠がすごくて、やっぱパさんとかジョーカーさんとかもう山課長さんとかいろんなね、この YouTuber の方もっといます。が、対戦にもう参加してガンガン暴れまくるみたいなね、企画になってたんですけども。まあ、ていうか、レッドフェニックス強いっすね。生放送をね、皆さんやってたので、YouTuber の方からね、ご覧になった人もいると思うんですけども、最終盤のもう全開ラッシュがやばかったんですが、その中でも本日は、サムネにもあった通りドラゴンですね。もう、ドラゴン系の攻めがものすごい今回いっぱい出ていて、まあそれをですね、今回は中心に上げていきたいというふうに思います。で、この一本を見れば、最近のまあ流行っているものも流行っていないものも含めて、ある程度、まあ、ドラゴンの攻め方の、全てが見れるんじゃないかなと、個人的には思うような、まとまりになっている気がします。のでね、まあ、最後までご覧いただければ、すごく嬉しいなというふうに思いますので、では行ってみたいと思います。合計ね、7本見ていきたいと思うんですけども、ですね、まずはですね、まあ、オーソドックスのとこから行きましょうかね。サキペテさん側が攻められた、これですかね。見ていきましょう。これがまずは、ライドラーとバルーンを突撃艦に積んだ、形の、アカネ式って言われるやつですね。これによって序盤、相手の、配置をガツンと区画を削っていきます。で、その上でドラゴンを、束にしながら進行させていくという格好になるんですけども、突撃艦が出てきましたね。で、突撃艦が出てきたこのところで、デイジプラス、クロノジも2発落としていくんですね。で、そうしてさらにフリーズをかけて一気にこの区画を潰していきます。これクロノジも2発なくてもなっていう気もまあしたんですけども、ワンチャン多分この対空砲と、イーグル砲まで狙っていったのかもしれないですね。残念ながら届かなかったんですが、まあ、イーグル砲に少しダメージは入っているっていう感じですかね。で、ドラゴン攻めのまあ基本のパターンと言えるんじゃないかと思います。このやり方って。ここを今ガツンとこう削っていきましたよね。突撃感を当てて。そうすると、まあ、ざっくりこんな風にですね、形が出来上がるんですね。そうすると、ドラゴンたちを、ガーンとこうね、なんていうんですか、L 字型っていうんですかね、に回していくような、ルートが作れる。そういうような事前の突撃艦パートの準備をしておいてからドラゴンを出すという形ですね。で、対空砲がこう外周側にあるっていうのが一つ大きな、この攻めを選んだ理由かなというふうに思います。まあ、クイーンで1本折れちゃうんですね。さらに、クロス砲がこう2機ですね、これ対地になってるんで、ドラゴン関係ないんですよね。で、おまけにこの形をした場合って、エアスイーパーの位置も非常に重要で、まあ、こんな風にエアスイーパーが吹いてましたね。こんな風にね。吹いてましたよね。こういう風に。なので、ドラゴンたちを、なんて言うんでしょう。この、二次面っていうんですか?から出していく。で、最初の突撃艦をこのね、十字面から当てていく。っていう形で、攻めていく分には、エアスイーパーの影響を受けない。つまり、クロスボウとエアスイーパーをほぼほぼ無効化できて、かつ対空砲が一本ヒーローで折れると。いうね、これが、だいぶドラゴンを、進めやすくするそのメリットにつながっているというところでこの攻めを選んだんじゃないかなというふうに思います。ロイヤルチャンピオンは裏から出していきますね。ドラゴンとかでシングルインフェルノのターゲットを取っている間に、まあ、こんな形で、防衛施設に直接こうダメージを与えてこう突破していくという形ですね。で、本人のシールドがあるので、対空砲1本はもう一撃でこれを折ることができるんですね。こんな感じ。まあ今、ホーミングシールドがなくても折れちゃったかもしれなかったですけど、対空砲の体力がマックスであっても、ホーミングシールド一発で対空砲が折れるということがあるので、まあその近くに、ロイヤルチャンピオンを出すことによって、今回の配置で言えば、エアスイーパーほぼ意味なし。で、防衛援軍もこれ、秘書権だと思うんですけども、中に、何も出てこなかったですよね。っていう形で、これも、ね、無効化できる。エアスイーパー防衛軍が無効化できることに加えて、対空砲を1本は、アーチャークイーンで折っていけると。で、クロスボウは対地だから関係ないと。まあ、こんな感じですね。だいぶ、陸のユニットだと苦労する対地クロスボウなんかも、コトラゴンだったら無効ですから関係ないので、ゴリゴリっとしていけると。まあ、そんな配置を選んでいるような、方が結構、まあ、今回ドラゴンのね、攻めをした中では多かったかなという印象です。もう一本ですね、このアカネ式という、その突撃艦にライドラバルーンを決めた、入れたですね、アタック見ていきたいというふうに思うんですけども、これが相手側の方ですかね、こっち行ってみましょう。ですね、
この40番を攻めてるアタックがそれなんですけども、メリオダスさんですね、これは7つの大罪のメリオダスかな多分そうかなと思うんですけども、さてさて、今回の攻めで言っても同じですね。序盤に突撃艦の中に、バルーンと、ライダラを入れておいて、このインフェルノとか対空砲のある区画で一気にレイジークローンで弾いて、こんな感じですね。この区画をガツンと潰していきます。相手の防衛軍が出てきているのでスカラズポイズンを打っていって、このアーチャーの集団というのを、ポイズンで処理していきながら、対空砲プラスの透析機を折っていきましたよね。対象のクロスマン、これ見てください、全然反応しないですよね、ライトニングドラゴンに。こんな感じで反応してくれないので、結構ですね、対象クロスって毎秒175かな、確かレベルマックスでダメージを受けちゃう、結構嫌な施設なんですけど、その効果が全くなくなっちゃうっていうのは大きいですよね。これ合計4本もあったら毎秒500ですからね、ギガインフィルの、まあ、1.8 本分ぐらい の, あのダメージになっちゃうということでね、秒間ダメージ、まあ、1体ですけどね、考えると結構でかいですね。まあ、アチャクイを相手にするようなもんか。うん。アチャクイが1体のようなもんなのかもしれないですね。形的にも、ダメージ量的にもね。で、しっかりこう束になって、ドラゴン動いてるの分かりますよね。こんな風に、やっぱドラゴンって束にして動かすことが非常に重要で、それをやっぱりですね、今回メリオダさんも気にしてらっしゃるんですけども、まあ、多少これ、金庫とかの方にドラゴンがこう流れちゃっていっているんですけども、まあ、その後出していく、ヒーロー部隊なんかもうまいこと使ってね、最終的には全部全開まで持っていくという形です。これですね。ヒーローってこのドラゴン物体を使う場合どういう風に出すか非常に迷うところなんですけども、今回、メリオダスさん、ドラゴンがこっち側、この、8軸地面から出したドラゴンがこう十字の方の壁際に行っちゃいましたよね。なんでキングとクイーンを、この十字時方面から出してこう当てていくことによってドラゴンたちがもう一回壁の中にこう入るようにカットしてるんですね。これがね、結構、なんていうのかな、重要なポイントになります。ですね、私もよくこれやっちゃうんですけど、ドラゴンを使う場合って、ドラゴンを今、まあ、ここの部分ですね、こう出すじゃないですか。8軸地面からドラゴンを。ドラゴン出しますよね。で、キングとクイーンを、結構このドラゴンたちと隣接するようにこういう風に壁際を歩かせようっていう風にね、しちゃうケースって私はよくやるし、多分やってる方も多いんじゃないかと思いますが、これですね、ちょっと怖いんですけど、やんない方がいいんですね。一旦こういう形を作った上でドラゴンがそれでも壁際に行っちゃった場合にはもう修正いかなくなっちゃうので、そうするよりはドラゴンをね、この部分からこう、おっとドラゴン出すんであれば、キングとかクイーンはこういう少し、ね、離れたところから、一旦ドラゴンの壁際に寄ってもそれを中にこう押し込むような形で出していくっていう、進行方向の少し先の方から出していくようなイメージですね。でそういう出し方をするのがドラゴンを使った、攻めで、キングとクイーンを使う場合の、まあ、定石になってくると思います。でその使う場所に対空砲があったらなお美味しいんですね。キングとクイーンで対空砲を折りながらドラゴンのルートを作っていくという加工が作れるので、さっきの1本目のね、アタック、見てもらいましたけども、あれなんかはまさにそうでしたよね。キングとクイーンが対空砲を折りながらドラゴンを外に出さないようにこう押し込めていくというか、それで中央までドラゴンがこう進んでいったっていうね、絵がよく見れたと思います。もう一回さっきの1本目、この話を参考に見てもらってもいいかもしれません。かなりですね、ドラゴンのサイドカットがうまかった、印象のアタックでした。で、まあ、この2本目もそうでしたけどね。あ、葵さんですね。この、あかねさん、葵さんがね、ドラゴン系の攻めすんごいやってたんですね。で、前回バシバシ取ったんですけども、そのうちの1本です。これは、ちょっとですね、あかね式とは変わって、ドラグバットってやつですね。ドラゴンとコウモリ、まあ、両方とも対空防衛しか、相手にしないような、ユニットになるんですけども、それを使って攻めていくという戦術です。これですね、ドラゴンがここにいますね、9体。で、さらにコウモリ7体と、ほぼほぼコウモリの呪文で使っちゃってですね。で、これをどんな風に展開していくかっていうことなんですけども、呪文の枠をコウモリに割くために、さっきの突撃艦ライドラバルーン、あれをクローンとレイジでこう、ドーンとね、爆発させるっていう手は使えません。なので、ヒーローだったり、ライトキングドラゴンをこう、うまいこと使ってカットしていくっていう必要が、この形では結構あります。で、今回の葵さんのアタックもそうで、順次面、ここは、バーバリアンキングとアーチャークイーンでこう、カットしていきますね。で、ここ、ロイヤルチャンピオンが今やられちゃってますけども、ライトニングドラゴンとロイヤルチャンピオンでここをカットしていきました。でこんなような形を作ることによって、しっかりドラゴンたちがですね、この中央の、イーグル砲とか、対空砲にまっすぐこれ向かっていくような、ルートを作っていくんですね。ボマーを出してからドラゴン一気に出して、この、ウィズ島のあたりに、集めていきます。
で、このねドラグバットっていう、まあ、コウモリを使う場合に大事になってくる部分っていうのは当然範囲攻撃が怖いんですけども、今回のケースで言うと、まあ、シングルインフェルノがこう3本あったんですよね、この村って。おまけにまずクロスボウは全部対地ですよね、うん、なんでドラゴン反応しない。なんでまあ、対地のクロスなんでドラゴンを使うっていうのはまず1点あるんですけども、じゃあドラゴンをどっかから入れていこうかなと考えた時に、一つ候補としてコウモの呪文っていうのがやっぱあると思うんですね。でこのコウモリの呪文をじゃあ使えるかどうかっていう次に そこを考えていった場合に、シングルインフェルノであることがすごい重要です。あのマルチインフェルノだとこのコウモリってあっさりやられちゃうので、シングルだと逆にですねもう止められないんですね。コウモリが逆にあっさり倒してくれます。で、シングルインフェルノタワーがあって、でかつ、ウィザードの塔とか投石機とかこういった、まあ、そうは言ってもマルチの、ターゲットを取る防衛施設っていうのがある程度固まっている、ないしはドラゴンを当てた時に、まあ、序盤でドラゴンたちが壊してくれそうな場所にある、ような場合っていうのはこういう攻めが使います。まあ、派生的な形ですよね。で、さっきの赤根式ドラゴンっていうのがまあ多分基本になってくると思うんですけども、まあ、当然それだけでは取りきれないような配置っても当然あって、だったり、まあ実行率がより低くなるんですね。このコウモリ綺麗に決まると見てください、これだいぶドラゴンが生き残ってますよね。これ本来ドラゴンが相手にしなきゃいけなかったような対空砲とかシングルインフェルノとかを全部コウモリが軒並みなぎ倒してくれたからこんだけ残るわけですよね。まあ、結果論的な話にどうしてもなっちゃうんですけども、まあ、あえてこれ、もう一度確認をしていくと、この村をですね、怖い防衛、マルチ防衛ってここですよね。宝石機とギガインフェルノとウィザードの塔、こんな感じになってますね。ウィズと、まあ、こんな感じなので、なんていうんですかね、この辺っていうのをガツン と、ドラゴンとかヒーローとかで削ってしまえば、あと怖いマルチ攻撃施設ってこれしかないんですよね。でこの2つのウィズ島だったら別に、まあ、フリーズの呪文をこう使ってね、取っていくとか、まあ、いうような形で、まあ、やり方がありますので、まあ、コウモリが刺さるということになるわけなんですね。まあ、これを赤根式でやっていくっていう多分手もあったのかもしれないですけども、まあ、赤根式の天敵はこのエアスイーパーですね、こいつに吹かれちゃうと結構苦戦するので、今回の村で言えば当てるのってどうしても3次面か9次面っていう風に考えざるを得なくなってくるのと、でそうした時に、じゃあ、ね、このエアスイーパーをどうしても相手にせざるを得ないんですよね。ドラゴンをこっちから出すにしても、逆に下から出すにしてもどっちにしても、エアスイーパーの影響をこう受けちゃうじゃないですか。こういう風にこういう風にですね受けちゃうので、それであれば、赤二式で攻めるというよりも、もうヒーローパートでガツンとここを削って、サイドカットやっておいて、で、ドラゴンたちを、こっちから流していったときに、怖い、やっぱりマルチ施設でこれとこれしかないから、じゃあ、残ったちもコウモリにしようという発想になってくるわけですね。まあ、ヒーローがいっぱいいても、コウモリ全然へっちゃらで数の力で押し切りますからね。ヒーローをターゲットは取らないものの、ヒーローに逆にやられるということがないと。というのが、まあ、コウモリの強みですね。まあ、当然数が減っちゃったらやられますけどね。呪文7個もコウモリ持ってったらそう簡単に落ちないよと、まあ、いうことですね。もう一本ドラッグバット見ていきたいというふうに思います。ですね、こちらのメリオダスコンさん今度やられてるんですね。自分の方が残念ながらミストさんが、ドラッグバットで同じように取ってきてます。でね、このドラッグバットもめちゃくちゃうまいんですけども、やっぱり今回も見るべきは、クロスボウ、これ対地が多いですね。対地が3本あるのかな、これ。うん、で、ほとんどこれだからドラゴンに反応しないっていうことと、シングルインフェルノ3、あと2本ですね、こんな形になってます。なので、まあまあ、それなりに、なんだ、コウモリは使いやすい環境にはあると言えます。で、かつ、ウィズ島の場所をね、ちょっとね、見てほしいんですけども、まあ、クロスボウが3機ね、やっぱり陸になってるんで、これはドラゴンとか空攻めをするのはありかなっていうふうに、まあ、まず考えますよね。考えとった時に、なんていうんですかね、投石機の位置も、まあ、対空砲の、ね、範囲内にあるから、まあ、ラバルっていう手もあるんですけども、じゃあ、ドラッグバットっていう選択肢を考えると、結構ね、まあ、これさっきも言ったように安定性が高いので、怖いマルチ施設どこにあるかっていうと、ウィズと、これ、ギガインフェルノ、ウィズと、投石、ウィズですね。まあ、こんな形で、なんていうんですか、だいぶこの辺に固まってるっていうんですかね、この上半分のこのゾーンっていうのはほとんど、マルチ攻撃施設がないゾーンになってくるわけですよね。でそれを見るとドラッグバットが使えるなって多分考えたんじゃないかなというふうに思います。でおまけにウィストーとね、これ対空砲をセットでこれアーチャークイーンで折っていけるんですね。
まあ、こんな風な攻め方ができる場合っていうのはやっぱドラグバットありだなというか、あの個人的にはその赤根式っていうんですか、その突撃艦ライドラバルーンを使った攻め方をするよりも、まずこのドラグバットが去るかどうかを考えた方が、多分ドラゴン編成で攻める場合にはあの安定性が高いんじゃないかなというふうに思います。なのでまあ、私いつもそうしてるんですけども、うん、多分ミヒコさんとかも同じように考えてるんじゃないかなっていう、まあ、気はします。エアスイーパーは怖いんで、あのこんな感じでフリーズしっかりと思いますね。で投石のターゲットっていうのがもうこれで完全にドラゴンが取ってくれてますよね。こうなってくるともうこの時点で、さっき思い描いたようにもうシングルインフェルノのこの辺りっていうのはマルシ範囲攻撃施設がない状態になっているので、もうコウモリがガンガン去りますよね。逆にこっち走り側っていうのはロイヤルチャンピオンを使ってこんな感じで蹴っていきます。マルチインフェルノに対してはロイヤルチャンピオンだったりドラゴンっていうのは全然あの怖くないというか、へのカッパですよね。で突破していっちゃうので、まあ、こんな形でロイヤルチャンピオンを、ね、ぶつけていって、怖かったウィスト2機もこんな形でヒーロー1体で追っていくっていう形ですね。残った対空砲やシングルインフェ、まあ、これヒーローだったり、ドラゴンはすごい苦戦するんですけども、コウモリだったら数の力で一気に押し切るので、こんな形ですね。ドラゴンたちを、縦に使って、コウモリを回していくって感じですかね。なんていうんですかね、こういうところ外周にめちゃくちゃこういう風にバランスよく対空の、範囲攻撃施設が配置されている場合っていうのは、なかなかこのコウモリ回しにくいです。あのフリーズの呪文が足んなくなったりとかしちゃったりで、フリーズに枠を割けば今度コウモリの数が減っちゃったりしてしまって回しにくいんですけども、今のこの、メディオタスさんの配置のように、ある程度この下側に固まっているような場合っていうのはこっちですね、この辺に固まっているっていう場合にはドラゴンが当然それを壊さなくても進行を進めることによってターゲットを取ってくれちゃうんで、ターゲット取ってしまったらもうそこは怖くないから、あとコウモリで回していけるってことなんですね。なんで、これをやられたくない場合には、ある程度その壁にちょっと近めのところ、壁の一層内側ぐらいがいいかなと思うんですけど、そこに、ウィストとかマルチインフェルノを配置するというパターンが、いいのかなと思います。ただまあ、このクラクラってね、何かを対策すれば何かに弱くなっちゃうっていう、まあ、傾向があるので、そういうことをすると今度は、まあ、クイヒーディガフとかに弱くなるとか、まあ、そんな形になるんですけども、なんでね、攻め手側も一つの攻め方を徹底的に極めるっていうのもありなんですけども、まあ、いろんな攻め方を知っておくと、まあ、こういう配置に対してもじゃあコウモリしようかなというふうに、切り替えてやっていけるんじゃないかなというふうに思います。さ、ではですね、次5本目ですね、あと3本お付き合いください。次これはね、またちょっと派生系です、面白いですね。スーサイド系の、ね、ドラゴンラッシュになるんですけども、クイヒードラゴンとかではなくて、これクラン城と相手のヒーロー、あとシングルインフェルノ、ここの部分にスケルトンめっちゃ落としてくんですね。これ、まあ、スケルトン多分5個ぐらい持ってたんじゃないかな、持っていって、で、それで、アイスゴーレムまで添えて、一気に、このギガインフェルノのところを突破していきます。本来、アーシャークイーン、これヒーロー1体ここで出してますけども、アーシャークイーン1体でこのギガインフェルノは絶対突破できないですよね。この本来であれば。なんだけども、スケルトンの呪文で相手のバーバリアンキング、ロイヤルチャンピオン、さらにはこの、クラン城から来るはずだった援軍。援軍って先に出る前に、壊されちゃうと中から援軍出てこなくなっちゃうんですね。でスケートの呪文って援軍釣らないのでこれができると、まあ、いうわけなんですが、まあ、これをしっかりやってしまってちょっと見落としちゃいましたね、ごめんなさい。この、下側の方、これなんで壊したのかな、ライドラか、ライドラも持ってないよな、なんだろう、ちょっと見損ねちゃいましたけども、バーバリアンキングで今度は、この、3時4時面の方をカットしますね。クイーンでここをしっかりカットしていって、キングで3時4時面をカット。まあ、さっきね、私、キング本来だったら、もう少し、なんていうか、こういうとこからこうね、出した方がいいんじゃないかなっていう気もしたんですけども、まあ、この形ではうまくいってますね。ボマーを多分壁際にこう走らしてるからでしょうね。2時面、3時面から出したドラゴンたちがしっかりと、まあ、こんな形で、この中の方にこう入りながら進んでいるのがわかりますね。ボマーが、結構いい仕事をしてくれてます。壁際をボマーが走っているおかげで、外にこうドラゴンたちが流れないような形になってますよね。で、ボマーとやっぱドラゴンってすごく相性が良くて、ボマーの進軍速度って遅いので、ドラゴンと足並みを揃えられるというところが大きいですね。最終、対空砲が2本ある区画にロイヤルチャンピオンを当てていって、ホーミングシールドでこれを一気に崩していくと
という形ですね。ロイちゃんで、対空砲2本を降りたかったんですが、ちょっと1本は折れず、まあまあでもあのほぼほぼこの対空砲1本ぐらいしか、ドラゴンたちを壊せるような倒せるような、ニートが残ってないので、施設が残ってないので、まあ、これを押し切れるかなという形ですね。クロスボウはやっぱり、陸中心になっていました。まあ、こんな形でドラゴンを使うっていうのはなんていうんですか、もう一個ね、あの美味しいポイントがあって、呪文がねあんまいらないんですね。ドラゴンってすごくあのバランスが取れたユニットだと思うんです。個人的には体力があって、でかつ攻撃力がある、まあ、ちょっと足が遅いのが欠点かなぐらいなところですよね。なので、別にレイジをかけなくても、まあ、そんなに立ち止まらずどん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 こう先に進めるし、まあ、ヒールとかレイジがあればなおさら速くなるという特徴がある。なので、今みたいにスケルトンの呪文とかコウモリの呪文とかにたくさん枠を割いても、それを補うその個の力っていうんですか、もう素のドラゴンの力がやっぱり、あるというところがね、この戦術を考える上で結構重要なポイントなのかなと思います。はい、というところでですね、次はちょっとですね、私のタック見てほしいんですけども、これミスったやつをね見てほしいと思うんですね。あのお待たせしましたではないですけども、あの結構ねミスアタックっていうのもあのまあまああの必ず成功するわけではないんでね、あのこんな風な失敗がありますよというところで、まあ、参考にしてもらえればと思います。これ対空砲が、3本対地だったんで、まあ、私もこれドラゴンっていう手を選びました、うん、で突撃艦を当てていきながら、ちょっとこれヤスイーパーに押し戻されちゃってますけども、ここで、突撃艦の中からイエティですね、で援軍を全部釣っちゃおうというふうに思ってました。で一気にここで、ポイズンで処理しながらコウモリを先に撃っちゃうんですね。この投石機の真上っていうのはコウモリたちが出てきても全然ターゲット取られないんで、まあ、そこに一気にコウモリ撃っちゃって、でイーグル砲とかこの辺の区画をね、あの壊せるだけ壊してやろうと、まあいうような感じですね。この対空の、ね、クロスボウも壊して結構いい感じでね、コウモリ伸びてくれてると思うんですけども、さあここから何をしてミスっちゃったのかというところをね、まあまああのご参考に見てほしいなというふうなところですね。で、バーバリアンキング、これね、速攻でシングルインフィに竹取られました。あのまずこれが大きなミスですね。ちょっとなんでこれしちゃったんだろうな。まあまあまあ、でロイヤルチャンピオンもシングルインフェルノにやられてあっという間に溶けちゃったっていうね、うん、このやっぱねヒーロー2体を無駄死に同様の使い方しかできなかったっていう、まあ、これは多分大きな失敗ですね。真帆さんもこれちょうど生放送中にまあ配信してくれていて、速攻で反応してましたけども、あれこれババキンとロイちゃん大丈夫かみたいな、あのダメでした。全然良くなかった。で、こんな形で、村の形はですね、ここを、壊し、ここを壊し、ドラゴンのルートを、まあ、こんな風に打ったっていう感じですね。全体がこのギガインフェルノに集まっていくように出していくんですけども、ポイントはここです。ここドラゴンたちがここに向かった後のところってのをよく見ておいてほしいんですけども、こういう失敗をあのドラゴンでやっちゃうとやっぱりねうまくないんですね。フォームをかけて、ここですね、ギガインフェルノに対してちょっとレイジをね、これかけたくなかったんですよ、本当はね。かけたくなかったんですけど、かけたら得ないと思ってかけたっていうところですね。で、これベビードラゴンがちょっとミスっちゃって、ギリギリヤスイーパーのダメージ食らうところに出しちゃったんですね。このおかげでカットがだいぶ遅れたんです。そうすると、こんだけ生きてるドラゴンが、見てください、これ。あっという間に外周にダダダダダッとこう流れていくんですね。本来、この辺まで全部ベビドラで壊しておきたかったんですよ。そうすることによって、こっちの対空砲に早くアプローチしてくれれば、まあいけるだろうと思ってたんですけども、全然行ってくれなくて、この大砲とかになんかガン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 こうアプローチしてるうちに、シングルインフェルノと対空砲のダメージをがっつり受けまくって、そのままやられていってしまいましたという格好なんですね。これいけたんじゃねえかなっていう気がします。このヒーローババキンとロイヤルチャンピオンの無駄死にっていうのをさせずに、まあ、ロイちゃんなんか特にそうですよね。こっちからねロイちゃんこう当ててあげれば、ロイヤルチャンピオンでこっちどうでしたっけ、 ROI ですよね、ロイちゃん当ててあげれば、全然ね今回前回まで見えたんじゃないかなと思うんですけども、やっちゃいけない失敗っていうのはこういう風にドラゴンを壁の外に出しちゃうことですね。だいたい対空砲とかインフェルノとかって壁の内側にあるので、外の施設を殴ってる間にドラゴンがやられちゃうと、まあ、こういうケースになるのでね、他の皆さんの攻めっていうのはみんなこれやってないと思うんですよ。必ず壁の中にドラゴンがこう入っていくようなルートを一生懸命こう作るようなプランニングになっている。まあ、序盤の突撃艦からのコウモリパートは多分自分で言うのもなんですが結構綺麗に決まったと思うんですけども、そこから先のヒーローパートですね、完全に失敗するとせっかくのいい攻めをできそうな感じをまで作れても最後こけるみたいな
まあ、こんな格好になっちゃうのでね、お気をつけいただければと思います。こういう失敗本当に多いので、まあ、今言った、ドラグバット、ヒーローパートで削りを入れる、あとは茜式、その突撃艦からのライドラバルーン、クローンレイジですね、これをどっちを使う場合でもドラゴンが、最初はいいけど、中盤で壁の外に出ていかないようにする、そういう風な、ドラゴンを中に押し込むような動きをするユニットを必ず準備しておかないと僕みたいにこう失敗しちゃいます。それ本当に多い失敗なんで、よく皆さん僕と同じ、鉄っていうのかな、もう踏まないようにですね、気をつけてもらえたらいいかなという風に思います。でですね、こっちないな、これだ。ラスト1本見てもらいたいのは、ライドラーですね。まあ、今回もですね、実は茜さんの方がやってるんですけども、茜さん、葵さんの茜さんですね。なんて言うんでしょうね。ドラゴンではない、ライドラなんですけども、まあ、これドラゴンに応用も、まあ、この配置でできるかどうかは別にして、まあ、できる、その、クイヒードラゴン系の戦術ですね。で、このプランニングざっくり説明いたしますと、クイヒこれ8時から出してますよね、まあ、こんな形で進めていくんですね、こんな格好で進めていって、で、ライトニングをライトニングドラゴンっていうのをこんな格好で進めていきます、まあ、このルートを進めていくって、まあ、こんな感じですかね。で、まあ、今回ねこのライトニングドラゴンが進むルートっていうのがだいぶ、狭いですよね。狭いところなんで、しかも施設が密集してるんで、遅延が刺さりやすいということで多分ライドラを選んでるんだと思うんですが、シングルインフェ対空砲、投石機におまけに、安いパムであっても、ライドラで押し切れちゃうんだなっていう、このライドラの突破力っていうところを、見てほしいのと、それを醸し出す、呪文の、その立て続けに呪文をペッ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 とこうね、テンポよく使っていく、その使い方。で、あともう一個見てほしいのは、この食い火の生かし方ですよね。クイヒーイエティ、クイヒーディガホグ、まあ、いろんなクイヒー系の戦術って、クイーンがどっかでやられてしまっても、ワンチャンヒーラーが、陸ユニット、まあ、ディガホグとかにこうスイッチ、移ってくれることによって無駄にならないっていうケースがよくあるんですけども、逆にそれをね、期待して使ったりも私、よくします。なんですが、この手のドラゴン編成って、クイヒーがやられちゃうと、70数コストかなを積み込んだドラゴン、ヒーラーが全部無駄になっちゃうので、クイヒーがですね、ちゃんと最後まで生き残るような低火力帯に流すっていうのが、この攻め方をするポイントになります。ここに対空砲とかが今みたいに2本あったりすると結構美味しいですよね。で、フリーズで固めてレイジをかけるという感じですね。レイジが切れそうなところで、またレイジをかけていきながら、フォームはしっかり最大火力まで我慢するんですね。ここギリギリギガインフェルノンと投石機のダメージがものすごい入る、ここで飛びするという感じ。いや爆破ダメージでかいんですね。全ユニットに1000入ってくるので、2体、ユニットが巻き込まれれば2000だし、3体だったら3000っていう、ものすごいその何て言うんですか、巻き込まれるユニットの数に応じてどんどん、まあ、範囲攻撃ってダメージが増していくので、まあ、ギガインフェルノのね毎秒300も結構きついんですけども、一番最大火力の、爆破ダメージのところにしっかりとトムを合わせる、私がさっきそれしくじっちゃったやつですね。しっかり茜さんもそういうとこできててうまいなと思います。で、トームとレイジとフリーズの、組み合わせで一気にこの超高火力帯を押し切って、ライドラが3体生き残っている。で、突撃艦から出てきたドラゴン2体もしっかりとね、そこに合流して仕事をすると、まあ、いう形ですね。すべてのユニットを無駄にしない攻めになっているっていうのは、まあ、結果論として言えるんですけども、それ以上にやっぱりこの、クイヒードラゴン系の戦術で見てほしかったところっていうのは、クイヒーはしっかりと低火力帯を歩かせる。まあ、ヒーラーが本当無駄になっちゃうんで、絶対最後まで生かすというのがまず鉄則。なのに加えて、ドラゴンを使わずに今回ライドラ密集してるところに打ってきましたけども、立て続けに呪文を打ってきましたよね。レイジでもってフリーズ。序盤でやっぱりライドリン、トニングドラゴンの数が減っちゃうのは良くないので、なるべく、数が減らないように、そのフリーズとかは早めに打っていくっていうのが、まあ多分定石になってくると思うんですけども、それをして、トームと最後レイジを組み合わせながら最初突破していくという形ですね。ここのところですね。かなり忙しいと思うんですよ。呪文打つ場所とか、ボムのタイミングとか相当痺れるんですけども、なんていうんですかね、全部突破する。これ半分にこう切ると、
この最初の前半のこの半分のところで、打つべき手の8割ぐらい打ってましたよね。で後半のところはもう0時一発打つのみみたいな、残り2割を後半でやる。つまり前半になるべく呪文を集中させていかないと、ライドニングドラゴンとかが数減っちゃうと0時に巻き込むね、ライドラの数とか減っちゃったりするんで、これはドラゴンでも一緒です。ドラゴンの戦術を使う場合って特に、最初の方で一気に呪文とかバン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 使っていかないと、後半まで温存していくと、数が減ってしまって全然呪文の効果の恩恵がしっかり得られないので、あんまりケチらない方がいいと思います。まあ、そこら辺っていうのは多分今回の攻めをやってる方皆さんそうしてると思うし、最後のこの茜さんのライドララッシュに関してはものすごい顕著にそれが見られたかなと思うので、まあ、今言ったようなポイントっていうのは、まあ、ライドラではあったものの、まあ、ドラゴン編成でも参考にしてもらったらいいかなというふうに思います。はい、というところでですね、今回、この合同イベントすごいねドラゴン系の戦術が多かったんで、そこを思いっきりまとめてみました。今回のドラゴン系の戦術っていうのは、まあ、多種多様なんですけども、まあ、全部できる必要はないですが、ドラゴンをねどうせ使ってみるんだったら派生系として、まあ茜式その、突撃艦ライドラ、バルーン、クローンレイジで始めるパターンと、あとまあ、コウモリ使うパターン、この2つぐらいは、覚えておくといいのかなっていう気がします。どっちもね、そんなに、どっちかが使えればどっちかに転用ができるような技術だと思うので、クイヒードラゴンとかはまた少しね、なんていう経路が違います。さっき言ったように高火力帯に突撃させてしまうと、陸ユニットとクイヒーを合わせる場合とは違ってヒーラーが無駄になっちゃうので、まあ、そのリスクっていうのがね、結構ヘッジするのが難しいので、少し経路が違うと思うんですけども、先に言った、突撃艦ライドライエバルーンと、あとはまあコウモリ、これは相乗性というか、使う技術の、類似性があるので、ぜひね、学んでみてもらえたらいいのかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日長くなりましたね。だいぶモリ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 の動画でしたけども、この辺で終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。またね、こういうご当選の、機会があれば動画配信していきたいというふうに思いますし、私、ホームの関西クラクラクラブにおりますので、こちらにもね、ぜひ皆さん遊びに来てもらえたら嬉しいです。では、本日この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。